あの「即興怖い話」っていうあの俺めちゃめちゃあの何話術のプロだからうん本当はね本当はあのその本領をお前たちに見せていないけどあんまりあんまり見せることがないけど俺話術のプロだからあの即興で思いつきで怖い話できんねん。 マジで。すごくないそう。あの、あるから、どっかに動画。うん。俺の即興怖い話。あのー、この世に存在しない階段話を今ここで作り出すっていう。<laughs> マジで。俺がね、ええー、と、俺結構一時期さ、すごい山動画撮りに行ってたじゃん。うん。山の動画ね。そう。でね、うん。あのー、なんやっけな。うんと、 川遊びに行って、そう。で、なんか川遊びに行ったんだけど、なんか雨降りそうな天気だなぁと思って。そう。で、なんか、どうしようかな、上がろうかな、どうしようかなと思ってて、そう、川、上がろうかなと思ってて。で、まぁ、あ、ちょっと危ないから、じゃあ一応上がるかと思ったら、川から上がって岸の方に行って、ちょっと土手登ったぐらいのところでもうやっぱりガーって降ってきたの。で、結構一気に降ってきて、うわ、最悪やなぁと思って。で、着替えるにも、なんか、 なんかす、んかもうどうしようかなと思って、なんか、もう、外で着替えたところでまたすぐ濡れるしと思って、でそれでじゃあ、濡れるから、まあ、じゃあ、このままでいいかと思って、あの、車のシートにさ、ビニール袋敷いて、で、まあ、シートだけちょ、とりあえず濡れないようにしてさ、で、車乗って、で、こう移動し始めて、で、なんかもう、急に雨降ってきてるしさ、なんかもう、寒い、なんか急に寒くなってきちゃって、で、なんかどうしようかなと思って、 もうエアコンとかも、もうヒーターガンガンにな、真夏なんですけど、ヒーターガンガンにかけてたりしてるんですけど、どうしても体温まなくて、で、僕ちょっと苦手なんですけど、あのー、もうなんか温泉とかねえかなと思って、山ってよく温泉あるんで、そう、あのー、だから、あのー、そうっすね、そういうなんか、温泉でも入ろうかな、みたいな。お風呂でも入ろうか、銭湯でも温泉でも何でもいいから入ろうかなと思って。 それでなんかちょっとこう Google で Google のマップで探したんですよねあの僕のナビちょっと古いんで Google マップでちょっとこう探してみたんですよそしたらなんか割と近場になんか自分が今いるとことこよりもちょっと一本道外れたところの山奥山の上の方に温泉があったんですよねでまあ、ナビ見ると車で15分くらいなんですよあそんな近いんやと思って じゃあそこ行こうかなと思ってね。僕あの温泉向かったんですよね。うん。で、そしたら、あの、まあ、15分って書いてあったんですけど、30分運転しても1時間運転してもつかないんですよ。そこに。いや、そんなわけないでしょと思って。で、なんかずっとリルートされてるのか、それか山だからちょっと電波も悪くて、そういうのでなんかこう、誤作動起こしてるのかなと思って。まあそれでもまあ一応もう向かっちゃってるんで、 まあもう少しだろうと思いながらずっと運転してたらまあ1時間半ぐらいかけてですかね結局1時間半ぐらいかかってやっとそのなんか温泉らしきというかなんか小屋があってでなんかその小屋っていうのもなんかこう結構さびれた板壁のあのなんかバンなんか古い田舎のバス停みたいなくらいの小屋があってでそこになんか温泉なんか温泉のマークだけ書いてあるんですよね。でああここかと思って ほ、うん、んでいやでもこれさすがに温泉っていうかだ大丈夫なのと思ってで一応なんかこう砂利の敷いてあるあの駐車場というか広くなってるとこがあったんでそこに車止めてそのなんかバス停みたいな小屋の中入ってってみたらそしたらなんかあのよく田舎とかだとあるんですけどあの野菜の無人販売所って見たことありますああいう感じでなんか 人がいないんですけど野菜が袋詰めして置いてあっててそれでそこに値段書いてあって箱が置いてあってそこになんかお金を入れるみたいなタイプのはいでなんかまあそんな感じのところがありましてでなんかお金をなんか入れればなんか誰でも入れるみたいな感じなんですよでおそんな感じなんやなと思ってでそれであのそこにじゃあお金入れて でなんかタオルとかか置いてあるんんでですよねでなんかこう,なんかこうガラス張りの棚みたいなこうちっちゃいこのぐらいの棚があってそこにタオルがこう積んであってでそこにこうねあのコイン入れてお金入れればあのそこの棚からタオルを持ってっていいみたいなうんそうそうそういうシステムのところででまあタオル持ってなかったんでタオル1個だけ買ってでそれであの奥の方になんか木の。 屋根だけ、屋根がこう、柱がこうあって、屋根だけこうやってついてる渡り廊下みたいなのがそこから伸びてて。で、その、その先行ってみたんですよね。で、そしたら、あの、なんか壁はないんですけど、壁しかなくて、壁と屋根しかなくて。で、なんか一応、なんか目隠しみたいにはなんとなくなってるぐらいの感じの、の、脱衣所みたいなとこがあって。で、そこでなんか服脱いだら、なんかもう本当に露天風呂が一個ボーンとあるだけ。 っていう、まあそうっすねまあぎゅうぎゅうに詰めて10人入れるかなぐらいの露天風呂があってでまあそこに入ろうと思ってんでまあそこに僕入ったんですよね、うん、でまあそんなところなんで当然誰もいなくてその中でずーっと僕一人でおふ温泉入ってたらなんかなんかすごい違和感感じるんですよ自分の体に。 なんか自分の体にすごい違和感感じてなんだろうないやおかしいなって思っててずーっとなんかどうどうしようかなと思ってかといってねえそこになんかこう何て言うんだろう,うんなんかこうなんか別にこう病院とかも近くになさそうやしじゃ病院によってとかも無理だし例えばじゃ薬屋さんでなんか薬を買ってとかも無理だしうん どうしようかなどうしようかなと思っててと思っててもうしばらく経ったそれですよ15分ぐらいその悩みながら15分ぐらい経ってあっって思った時にはもう手遅れで湯船の中であの冷えた体のせいであのお腹が緩んでてうんこ出ちゃったっていうね で、その湯船の中のお湯がもうどんどん茶色く染まっていって、あ、これもうちょっとやばいなと思って、それで、あの、急いで下山したっていう、まあ話なんですけど、はい。あれはもう超恐ろしかったなっていう、うん、ことですね。はい。めちゃめちゃ怖くないですか。お、温泉の湯船の中で、 ビチグソ漏らしたんですよそんな怖い話あります、はい、しかもそれを処理せずに逃げたんですよ。っていう、まあ、あの作り話なんですけど、はい、えっと今日で配信引退します。 ずんずんずんずく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 ずん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 ずく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 